ヒットマン北海道探索チャンネル今回は小樽市花園町にある館のケーキに入りましたふらふら歩いて軽くコーヒー飲もうと思って入ったらめちゃくちゃ優雅でおしゃれだったんですよねこれはもう最高でしたよあの予想外でした外観と裏腹にこう中入ると この石のテーブルの感じで館ってプリントされたコーヒーカップ、どれも100点でしたよ、で店員さんも、ね、親切でしたし清潔感もありますしあのケーキ頼めばよかったなと、で私の見た目でなんか、ね、ケーキとか頼むとちょっとあれかなーっていうちょっと恥ずかしくなっちゃいましてですね。コーヒーだけにしたんですがこの壁のステンドグラス気味の感じとか この建物の外観とは裏腹にめちゃくちゃ優雅でいつまででも眺めていられる感じでしたで小物とかねオブジェなんかもあるのでなかなかねここは穴場の中の穴場なんですが中は広くてですね、まあ、地元の人はねみんな知ってるんでしょうね私が あの知らなかっただけなんですね、ここはね、繰り返し行きたいですね、こうやってね、向かい合う席もありますし、でコーヒーの質もね、あのすごく良かったです、私の好きな感じでした、館のケーキ、説明欄にリンクあります。ありがとうございました。